チャオス。どうもボルタです。今回は、上のこれですね。これこれ、週の初めはコラボの初めということで、ガホコラボ来ております。あら、石が4個しかないぞということで、お前引けねえだろピシということでなわけねえだろということで、ちゃんと受け取っておりませんやと。はい、ありがとうございます。魔法石20個ありがとうございます。ありがとうございます。パズ&ドルゲンということで、無料分もあるんやね。ありがとうございます。つなみぬでございます。はい、私の、現暗号キャラは結構多いかな。ガチャゲンが、でもまあ新しめの暗号キャラは持ってないかな。こいつぐらいかな。レギンレイブ。あとちょっと昔の暗号キャラばっかりやな。うん。ああ、まあこいつもか。こいつも動きあるじゃん。ルルな。使ってへんから生まれたてというね。あ、あとこいつか。こいつも一応まあまあ使いますね。こいつリーダーチェンジできるからさ。まあまああんまりいいやつは持ってないです。で、唯一使ってるのがこれだけかな。ダコミ。これで曲ね。我慢しております。ということでガチャいきましょう。まず無料分からいっちゃいましょうか。あ、ポツどうな。これ全部虹やった。そんなことない、そんなことないか。からの動いちゃうよー。ただこいつ古いっすね。ただ俺初ゲスト、こいつありがとうございます。ありがとうございます。こいつまだ使えるんすかね、ラルグさん。周回パでいいっすよね、こいつ7ターンか。なるほど。なるほど。ということで、ありがとうございます。いきなり動いてきましたね。まあ、ガンコラってなんかね、結構動くやつ出やすいイメージありますかね。ラインナップ。あ、なるほど。なるほど。ラクシュミが 1.5 倍だからちょっと出にくいのか。ラクシュミ、リーチェ。あ、これ新しいっすよね。がちょっと出づらいのか。こいつ強いっすかね。ルーシー&バルキリースター。バルキリーだってこれ。バインドスキブ7強3つ、指お邪魔、暗闇ドクター。 HP 消せないドロップ、バインド状態を全開、不全ドロップ、火水木光闇、火水木光闇、ご食事にできる。はは、なるほど。で、リーダースキルが攻撃と回復タイプの HP が 2.5、 ドロップ操作3秒延長、3色以上同時攻撃で攻撃力が18倍、3秒間固定と。なるほど。あ、でも武器がいいっすね。スキブ武器で泥鏡を持ってて、耐性、暗闇と毒で攻撃もあるということで、武器結構いいっすね。あ、一本刀ですね。もうあれ、結構頑固だってキャラ増えとるやないっすか。まあ引きにくいっすよね。あ、でも今回のやつってあれか、全なんか対象になってないやつもいるのかな。どうなんかな。ノアとかね、ラルグとか、それで言うとラルグもそうですけど、対象になってかったっすもんね。キャラ増えすぎワルタで。ガンコラキャラ増えすぎワルタ。あ、下の方もちょっと新キャラ出てるっぽいっすね。これ武器買わないけど、変身キャラになるのか。そういうわけじゃない。そういうわけじゃないっぽいっす。なるほど。とりあえず私が、狙いどころで言いますと、まず前回この方、俺確定分ちょっと買えないんで、前回も買ってないんでこいつか、まあ、あと、あ、こいつも持ってないか。あ、こいつ新キャラか、サリー。このお方も持ってないっす。
常に持ってないっていうか引いてないからさ持ってるわけないよな。バインド効かなくてドック、ん？バインド効かなくてドックも効かない。スキブ2個の封印指、7強2個。あ、これ新しい覚醒のやつっすね。なるほど。あ、新しい覚醒持ってるのこの方。で、武器が致命傷2個の致命回復2個と。で、攻撃。ランダムで火と木を6個ずつ生成、キスナイドロップ覚醒。ああ、ごたげ。なるほど、ね。なるほどね。まあ、欲しいとこはラクシュミーと新キャラというか、もう持ってないやつ。持ってない虹っすかね。を狙っていけたらいいかなということで、いきましょう。4回しか回さないけどね。まあ、ゲーム自体5回か。無料分で。対策のいい。で、動いてく。よし！たぶん、OK！動いてるけど闇リーチはいらない、動いてるけどいらない、こいつはいらないっすね。こいつ持ってんすよ、あんま使わないじゃないですか。くそ動いた。けどもたぶん虹甘くないかな。この方はいらないですな。ほっよいしょ、やばい、これはもう無理かな。あ、でもこいつは発毛かな、多分。発毛す、新キャラか、しかも。強いのか、三色人好きちゃ。頼む。最後。最後2秒で。これ。よし、動いてない、動いてない、ヒクソン。こいつは2体目かいらんな。なんとも言えねえ結果でございましたな。なんとも言えねえ結果ということで、まあ、ラルグが発毛ではございましたけども、一生使った方では無理でしたね。さあということで交換ターン。交換もワンチャンありますから、ちょっとなんかいけるやつがあれば。あーでもね、頑固ラッキーるから俺こっちも交換しちゃおうかなーって思ってるんですよね。ん、頑固ラってコラボなのか、ガンホーコラボやから。こっちはこいつはどうなん、一旦の間1コンボ加算、全ドロップをロック、ケスナイドロップ、バインド、覚醒無効、全ドロップ、僕、あの、ルーレット対策できるのか。6ターンで打てると。まあまあ、ターン数早いか。こいつ、なんかのパーティーにいるのか。あ、あいつか、クリスノサウドラ。で、なんかね、使えるっぽいですけれども、どうなんでございましょうか。どうなんでございましょうか。ロッキー。このこっちのロキさんは強いのかな。前回から言いましたよ、前回。おお、でもこっち 50% 以下強化ゴリモリマンなのか。なるほど、ワンちゃんなんかね、オメガと同じ感じの水盤でね、なんかできちゃうんじゃねえのかっていうことで、カメコラはどうでもいいな。カメコラはどうでもいいな。あ、それでラクシュミってあれか、交換対象じゃないのか。マジか、マジか、マジか。サリーとかね、これいいんすか、ね、これないっけ。つなげて消すとなんか上がりを使うんですか。ザックカルー、うんふんふんふん、ベベベベベベベ、もうこのガンコラーが来るのがね分かってから、もうあれ、こっちはもう交換でいっちゃおうかなーということで、このクリスマスサレね、交換でいっちゃおうかなということで、いっちゃいたいと思います、まあこのこいつが出たからでかったですね。2体持ってんでもね、いらないからさ。あ、ポツッとんな。
ポッチどんな、ちょっと2球7振ってるやつとかね結構多いんすけどね。こいつってガンホコラボやっこいつってガンホコラボやっけ。こいつもねもう2体持ってたんですけど、1体はねたまに出しちゃったからあれだったんやけど、もう使ってないしいいかなーということで、あとこいつがねそのまあ発言ではあるのであれでございますけれども、2ターンで使えて優秀でございますけれども、もうもうということでいっちゃいたいと思います、思いまする、思いまする。こいつはあの2体持ってるのね、こいつは2体持ってるのでいいとして、でこいつも2体持ってる、はい OK。 こいつもね1体しか持ってないんですよ、ほんとほんまは1体しか持ってないんすけど、それでもまあまあ使ってないからいいか、まあ引けるキャラなのでね、このお方、このこいつとこいつとこいつは、でこいつは2体持ってるからいいとして、こいつがね引けないけどまあまあ使ってないからいいかなということで、でこいつはねやっぱりね最高リアリティじゃないですか、こいつをちょっと捨てるのもねえちゅうことでね、使うか使わないかするわけですよ、やっぱサイレアなんで考えたらあれなんで、こいつらでクリスマスサレでいただきます、さようなら、また迎え入れるから当たればねさあ動いてる、ガンコラだけと見せかけてもう交換するって決めたんで、もうこのガンコラ来るからそっちにね一生使おうと思ってたら、もう交換かな中高堂で、ありがとうございます、いただきました、ありがとうございます、副書いただきます、ありがとうございます嬉しくてもうニヤニヤが止まるんですね、こいつがねほんと使いたかったんですよ。さああとこっち、こっちもちらほら、こっちはだからですよね、普通のフェス限でいけちゃうやつっすよ。ワンチャンなんかね、交換、まだちょっと俺、情報ばね、詳しく知らないのもあるから、調べて、なんかね、良さそうなやつがあれば、ワンチャン交換も出さないぐらいで、ね、ダブってるやつが結構多いんでね、俺、ガンコラは。ラルクはいいな。サリー、このサリーと、ね、新しいね、覚醒持ってるからさ。サリーと交換できるのが、あとリーリア、ミナーバ、ロッキー、この辺かなのどれかで、なんかね交換しとった方が良さそうなやつがあれば、いろいろ情報ね入れてあればちゅうことで、結局引けたのはおいあこいつはもう 100% 溜ますね。でまあラルグさんがまあまあまあ、でこいつ複数体行った方がいいっすよね、どうなんすかねこっちでは使われてないのかな、使ってもこっちかな、ヒューカイパーだと全然サブでもいいっすよね、うんうんうん、一列展開やもんね、でスキブ4つやからさ、まあでもねクリスマスね俺が使ってるやつあるじゃないですか、あれがあるからさ、まあ別にいいのかなっていうのもありますけれども、こいつかな、この編成で、まあ一体はね育成枠でございますけど、あで これですよ、これですよ、ね、こいつ外して、こいつのアシスト外して、クリスマスアレーネということで、なお良きですね。で、あとね、もうほぼほぼ完璧なんですけど、あとね、欲を言えばあいつ、ね、大魔女、大魔女、大魔女のあの闇のやつですよ。名前をね俺覚えきれないけどさ、ど忘れしちゃうからさあれやけど、あいつをねアシスト武器にできれば完璧かなって感じですね。あいつもダンジョンボーナスでレスキュー持ちなんで、つえ感じかなって感じかな、はい、ということで今回はガンホーコラボガチャ&クリスマスサレで交換していきましたよ、よということでありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイチャ。